アラブ首長国連邦のドバイに建設中の世界最大のテーマパーク及びエンターテインメント施設である。約50億ドルの投資で建設が開始され、2008年度中に完成する予定であった。敷地の総面積は現在世界最大の面積を誇るテーマパーク、ウォルトディズニーワールドリゾートの2倍に相当する。計画は二千三年十月二十三日に公式に、 発表された。予定では30億平方フィートの敷地内が6つのゾーンに分けられる。前述の通り2008年度中に完成する予定である。短期目標としては2010年まで2500万人の観光客を集める。内部は遊園地やホテル、スキー場、映画館、オフィス街、博物館など様々な施設が建設される予定である。ホテルは四千室の規模で、 レストランは100店舗を予定している。開発者が当初の計画よりも敷地を50%拡大することにしたため、完成予定年は2006年から2008年前半に延期した。また、2008年に完成すると言われているゾーンは一部に過ぎず、すべて完成するのは2015年から2018年とされている。総工費は最初の第1期だけで、 1> 1兆 1, 億円であるドバイ中心街から60分、ドバイ国際空港から10分のアクセス圏に位置することになる。施設の一部は計画自体が中止になったものが存在する。ドバイパークスリゾーツマイナス計画が中止になった施設のアイデアが一部流用されている。ユニバーサルスタジオ、ドバイにテーマパーク建設へ、ロイター2007年5月1日、 15時39分、ABC の地に、ドバイパークスリゾーツ内のテーマパークとして、このアイデアが流用された。後に、イングワールド・オブ・アドベンチャーのテーマエリアとして、アイデアが流用された。ありがとうございます。